しか分かんないか。でもその長谷川さんがね、私の事務所のマネージャーさんっていう役で、でも私はなんかその長谷川さんが結構藤森さんにいっぱいさ、私のなんていうの、仕事をさ交渉してくれてたからさ、なんかもう頼もしく見えちゃってさ、途中からもう社長社長呼んじゃったんだけど、それ私も結構気に入ってて、でもなんか後日さ家に帰ったらめっちゃツボっちゃって、一人で なんか本当にね、もうただの変な人なんだけど、それこそなんかお買い物しててエスカレーターとかさ一人で降りてる中でさ、思い出してめっちゃなんか本当にね、にやけるとかじゃなくて笑みがこぼれちゃって、なんかその社長と、あと必殺技サブスク制みたいな、なんかその話題があって、めっちゃ面白いじゃん必殺技サブスクなんていうアイドル、嫌でしょだって 本当にツボっちゃって、それがなんかずっとエスカレーターで笑ってたもん、普通に笑っちゃってた ねえ、ちょっと気をつけないと、あんまり誰かがいないとこでね笑わないようにしないと 200円、そう、なんかあとごめんね、見てない人は多分全然わかんないと思うんだけど、もう一個だけ言っていい？すごい面白い話があって、すごい敏腕マネージャーさんなのよ長谷川さんは。なのになんかで、なんかその時のお給料かな、3000円なのね、3000円っていう話になって、時給かな、なんかちょっと忘れちゃったんだけど、でそのまあ川崎の地鶏は手取り200円なみたいな言われて みたいな、その炭酸水すら買えませんって言っちゃったもん、だってびっくりだよね、敏腕マネージャーさんかと思ったら面白すぎて、またなんかお会いしたいですね。でもいつか会えるもんね、またすぐ。お、スイスのファンです、ありがとうございます。スイスから、すごい日本語よく達者ですね、すごい。ん？待って、これは12時15分に始めたから、あと10分。え、あっという間すぎる。あ、あとそうだ、スクールオブロックスのカキさんがレギュラーで出演されているラジオ番組の、カキさんがお休みの間私が担当させていただくことになったので、ぜひご認識していただけたら嬉しいです。カキさんのね、お休みの間だけなので本当にちょっとなんですけど、なんかあんまり私もその学校の制度というものに慣れていないので、皆さんぜひ聞いていただけたら嬉しいです。カキさんのようにその期間はたくさんたくさんのたくさんずっと笑っていたいと思います。すごいいっぱいさコメントしてくれてるじゃん、だからなんかみんなと今話してる気分ですごい面白い、だって3万2000人の方と同時に会話してるんだもんね、2人でも無理ってさっき言ってたのにね、すごいなこれ。コメントをね読みたいんだけど、早すぎる、目にダイヤモンド入ってますか、そんな褒め言葉あるんですか、すごい、この時間で3万人、お、そうですよね、すごい、みんなあれなのかな、お昼休みとかに見てくださってるのかな。でもさなんか思ったことがあってさ、お昼休みとかだったらさ周りにめっちゃ人いない？人いてなんかさ私の見てたらちょっと気まずくない？大丈夫かな？そんなこともない？なんかお昼食べながら読んでくれてるのかな？あ、見てくれてんのかな？ あ、数字の集計変わったの？ちょっとまあよくわからない、ちょっとよくわからないけどいっぱいありがとう 今日仕事休み、お、羨ましいですね。
隣のテーブルに人いるよ。わ、どうしよう、ちょっとアピールしちゃう、画面うるさくしよう。じゃあ見えたかな。ちょっと待って、45分だからあと7分でしょ。もうちょっとだけいいか、もうちょっと質問返ししよう。あ、宿題やろう。次回、あ、こっちか。はい、次に前回の配信メンバーさんのレンカさんから宿題をやりたいと思います。レンカさんからの宿題はじゃん、見えてますか。コスプレするなら何がいいですか。そうですね、コスプレって難しいですよね。なんかそれこそ多分あのアイドルのお仕事をやってなかったらコスプレをねする機会は多分なかったなって思うので、今までね考えたことも なくてですね、コスプレについてね、じっくり。なんか案ください、案を。やってほしいコスプレとかあったりしますか。ある？天気の子。おお、私もすごい最近君の名は見たいんだよね。セーラームーンとか。おお、かわいい、いいね。私でも推しの子すごいずっと見てたから、星野愛ちゃんのちょっと着てみたいなっていうのもあります。エヴァンゲリオン、わかる？わかるよ。あのやりたいのあった、なんだっけ、あの綾波レイさん、ロングヘアのやってみたいなってちょっと思う。でも星野愛さんも、星野愛ちゃんのなんかそのスター性すごい惹かれる。なんか踊ってるのとか見てたり、踊ってる姿とか見ててすごいなんか惹かれるところがあっていいなって思うから。あとは綾波はボブだよ。え、なんかさ、なかったっけ、ロングヘアの。あるよね、なんかショートが有名だけどロングなかったっけ。すごいいっぱい、ありがとう。なんか聖徳太子のサクタンだって。褒められちゃいましたね。あ、やばい、まったり話しすぎちゃった。次回のメンバーへの宿題を考えたいと思います。いきますか。あ、そうだ、次回のメンバーさんまだ発表できないので架空の誰かさんに今から宿題を書きたいと思います。何がいいかな。なんだろう、なんか秋っぽいこと、秋っぽいこと。今事件が起きました。ペンを倒しちゃったので後で拾いたいと思います。秋に
秋に着たいお洋服はありますか？にしました。秋に狙っているお洋服っていう意味ですね。すごい、次回メンバーさんが誰かわからないけど、この質問をしたかったのでしちゃいました。とちょっとだけ質問返ししようと思ったけど、ちょっと待って、これ45分前だからあと1分か。じゃあ2問だけ返そう。 あと2分で終わっちゃう。そうだそうだ、急げ急げ。サクタン、ね、どうしようどうしよう。あ、スクショタイムね。確かに、なんかあるかな、スクショタイム。あとなんか こんな感じ？合ってんのかな？はい、ということで、乃木曜日、金曜日、惜しくも終わりの時間です。そうですね、お昼なのにたくさんの方が見てくださってすごく安心しましたというか、心細かったので、最初はちょっと今ほっと嬉しい気持ちです。午後も頑張ってください。応援してます。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式 X でお知らせします。はい、それでは今日のお相手は川崎さくらでした。バイバーイ。ありがとう。